カルロ・ジェズアルドカルロ・ジェズアルドは、イタリアの貴族、ーキルネサンスの作曲家。ベノーザ公国君主、コンツァ伯爵。激しい情感表現に富む間取りガーレや宗教音楽で有名。その半音階的な音楽語法は、その後19世紀末まで現れないものだった。不定の妻とその愛人を殺害したことで悪名を、はせた。イタリア貴族並びに、 聖職者の一族に生まれる。ミラノ大司教で、聖人、カルロ・ボロメオはおじ。母ジローラマ・ジャイロラマは、ローマ教皇ピウス四世の命で、カルロ・ボロメオもピウス四世の甥いだった。ジェズアルドの幼少期についてはほとんどわかっていない。おそらく彼は、ベノーザに生まれた。青年については、1560年、1561年、1566年の3つの、 説があったが、近年に発見された母ジローラマの手紙から、1566年説が有力との見方が強まっている。ジェズアルドは、ポンポニオネンナと音楽的につながりがあったが、指定関係にあったのか、それとも仲間同士の付き合いだったのかは定かでない。いずれにせよ早いうちから、ひたむきに音楽に打ち込んでおり、それ以外にはほとんど関心を示さなかった。 1586年に、ジェズアルドは、いとこで、ペスカーラ公爵霊場のマリアダバロスと結婚するが、2年後に、マリアは、アンドリア公、ファブリツヨ・カラーファとジョージを重ねた。最初の2年間は、ジェズアルドの目をかすめて、不倫を続けることができたようだが、しかしその関係は、4人のよく知るところであった。ついに1590年10月16日、ジェズアルドは、 狩りの遠出に出かけると伝え、マリアとカラーファコーの二人が警戒心を緩めていたところに手下を連れてナポリの宮殿に乗り込み、妻とその愛人の濡れ場を抑え、寝台の上で二人を斬殺した。貴族であるジェズワルドは処罰を受けることはなかったが、報復を避けるために、領地ジェズワルドの居城に逃げ込み、ダバロス家からもカラーファコーの親族からも身の安全を図ろうとした。 この殺人事件は広く宣伝され、例えば、多層のほか、大騒動に乗じようとするナポリ中の詩人たちによって取り上げられた。殺害の不道徳なる詳細は印刷物として広まったが、ベノーザ講師であるジェズアルドを捕獲しようとする動きは起きなかった。現場に関する治安報告書は、事件から400年以上経った今でも衝撃的である。 不定の妻に対する報復殺人は、中世以降のイタリアの貴族階層では、珍しい習慣ではなかったが、ジェズアルドが現場に乗り込んだ際に手下を連れており、上気相手との一気打ちではなかったことから、ジェズアルドの所業は、騎士道にも取るとされ、世論の同情は、ジェズアルドにではなく、被害者の二人に向かったと言われる。妻殺しに続いて、ジェズアルドが、 どのような諸行を行ったかについては様々に言い伝えられている。当時のある資料によれば我が子の瞳を見て疑心暗鬼に駆られジェズアルドも英字殺しに加担したという。また別の資料は復讐に現れた義父さえも殺したとしている。実際、ジェズアルドは復讐から我が身を守るために武装した兵士を雇っていた。1594年にジェズアルドは 当時のイタリアの最も急進的な音楽活動の中心地の一つであり、とりわけマドリガーレの創作が盛んであったフェラーラに赴く。同地は当時の最も進歩的なマドリガーレ作曲家であるルッツァスコ・ルッツァスキの拠点でもあった。ジェズアルドは太古をアルフォンソ二世位、デステの名、レオノーラ・デステとの再婚のためにこの地を訪れたのである。レオノーラは ジェズアルドと結婚して1597年に彼の領地に同行した。その間ジェズアルドはフェラーラ宮廷の前衛的な空気のもとイタリア屈指の音楽家に取り巻かれて2年以上に渡って創作活動に明け暮れた。最初のマドリガーレ州を出版したのもフェラーラ滞在中のことである。1595年にフェラーラからジェズアルド城に戻った後ジェズアルドは フェラーラに存在したのと同じような環境づくりに取り掛かり、一連の常勤音楽家や自作を歌ってくれる名歌手を取り揃えた。自分の屋敷が音楽活動の中心地になったものの、ジェズアルドにはそれは孤独でしかなかった。かなりの財源があったあればこそ、自分の道楽のために歌手や演奏家を雇い入れることもできたのだが、ジェズアルドは生まれついての孤独の人であり、 彼の屋敷がエステケのフェラーラ宮廷のように一大文化の中心地となるには至らなかったのである。1599年頃から没年の1613年までジェズアルドは滅多に居城を離れず音楽のみに情熱を傾け続けた。彼の最も有名な作品は1603年と1611年に出版されている。恐ろしく音階的なことと演奏困難なことで、 ナウテの作品のほとんどが皆孤独の時期に作曲されている。ジェズアルドとニーズマとの関係も良好ではなかった。つまりオノーラはジェズアルドの虐待を告発し、エステケは彼女を離婚させようと努力した。彼女はジェズアルドの孤独の城からだんだんと離れて暮らすようになり、実家の兄弟とモデナに滞在すると、ジェズアルドはしばしば怒りの手紙を同地に送りつけている。 1600年に再婚によって儲けた息子が創生した。その後に、ジェズアルドは、地元のカプチン海協会のための対策絵画の制作を移植した。その中で、ジェズアルドは、天使たちの集いる下で、おじ、カルロボロメオ、つまりオノーラ、死んだ子と共に描かれている。ご半生において、ジェズアルドは、うつ病に苛まれた。それが、殺人に対する、 罪の意識に関わっていたのかどうかを証明することは困難であるが、それをほのめかす証拠はある。カンパネッラが1635年にリオンで記したところによると、かつて、ジェズアルドは日々使用人に鞭打たれており、彼を鞭打たせるための特別の使用人を雇っていたという。彼は、おじの遺骨を入手するべく、ボロメオス奇鏡と必要で無益な書簡を交わした。 後年の詩編第51番によるミゼレーレは嘆願するかのように単旋律成果と低温成分による半温快適ポリフォニーの交代を必要に繰り返す異色の作品となっている。ジェズアルドは最初の結婚で得た長男エマヌエレの死から3週間後にジェズアルド上で亡くなった。ジェズアルドが余性において罪悪感に苦しめられたという証拠は無視できないし、 自作においては、罪の苦しみを表現したのかもしれない。ジェズワルド作品で一番明らかな特徴は、極端な感情を示す声の、風変わりな曲付けである。愛、苦痛、死、甲骨、気閲、苦悶などといった言葉が、ジェズワルドのマドリガーレに頻繁に登場しており、歌詞のほとんどがおそらく、ジェズワルド自身によって作詞されたのだろう。ジェズワルドは、殺人犯として、 有名になった、反面、ルネサンス音楽の最も実験的かつ最も表現主義的な作曲家の中でも、間違いなくとりわけ大胆な反音外技法の作曲家として今なお名高い。ジェズアルドが用いたような反音外進行は、19世紀の高キロマン派音楽になるまで再び現れることがなく、調整音楽という文脈においては、直接に並び立つ存在がなかったのである。 ジェズアルドの出版された作品は、宗教曲、世俗曲、器楽曲の3つのカテゴリーに分けることができる。中でも、最も有名なのは、6つのマドリガーレ州と、政務習慣日課のためのレスポンソリウム集である。出版作品の他に、ジェズアルドは大量の思考譜も残した。未出版作品の中にも、半音外技法による最も表情豊かな。 表現力を見ることができるだけでなく、物木のような前衛的な作曲形態による楽曲も含まれている。そのいくつかは、フェラーラ滞在中に、特に同地の卓越した音楽家のために作曲された。マドリガーレ第一集は、様式において、同時代の他のマドリガーレ作曲家に極めて近い。後年のマドリガーレ集では、転調や大社、リズムの激しい対比の思考が増加しており、 第5巻と第6巻はその最も有名で著しい例となっている。ジェズワルド様式の特徴は部分的な構成にある。つまりは強烈な、ところどころ衝撃的な半音階進行からなる割合緩やかなパッセージと急速なテンポによる全音階的なパッセージとの交代である。歌詞は一つ一つの曲に最大限の注意が払われ音楽によく馴染んでいる。 半音階的なパッセージには、単独のフレーズの中に、半音階の十二の音すべてを含む例もあるのだが、もっともそれらは別々のセーにばらまかれている。ジェズアルドは、半音階的な三度進行をとりわけ好み、一例を挙げると、か、なしや我はシスの開始において、イチ調とエ、チ調の手話音同士を、またエ派ハ長とイタ調の手話音同士を、連結している。 最も有名な宗教曲は、政務習慣日課のためのレスポンソリウム集であろう。様式的には、マドリガーレ・スピリトゥアーレとして作曲されている。とりわけ、イエスの苦悩や、セパウロがイエスを裏切った罪悪感についての下りにおいて、後年のマドリガーレ衆に見られるような、鋭い不協和音や、衝撃的な反音階の平地が使われている。ジェズアルドは、シジズモンド・ディンディアや、 アントーニオチフラといった作曲家がその様式を模倣して一握りのマドリガーレを作曲したにもかかわらず当時はほとんど影響力がなかった作曲家として再発見されたのはやっと20世紀になってからである付け加えると20世紀の作曲家はジェズアルドの作品に対して敬意を払ってきたイーゴリストラビンスキーはジェズアルドのための記念碑 モニアメントムプロジャスォルドの一部に、ジェズアルドの間取りがあれ、美しい人よ、貴女なくては、を編曲して利用した。16世紀末から17世紀初めにかけて、実験的な音楽の作曲家は他にもいたが、ジェズアルドの創作は得意で孤立しており、後継者も模倣者もなかった。ジェズアルドは、音楽史上の魅力的な袋工事の一つとも言える。 近年はその調整崩壊の観点から音楽学者による作品の研究が広まり、ヨーロッパではこぞって現代音楽の合唱曲とともに頻繁に演奏会の曲目に登るようになってきて、FM 放送でも盛んに電波に乗るようになってきた。ジェズアルドの生涯はアナトール・フランスなど数多くの作り手を刺激した。彼の殺人事件を物語化する試みは、 17世紀後半には、すでに行われており、ジャチンとチコニーニが、儀曲、名誉のための裏切りルトラディメントパー・エル・オノレを、発表している。1995年には、作曲家、アルフレート・シュニトケによって、オペラ、ジェズアルド・ジャスウォルドが作曲された。ついで、サルバトーレ・シャリーノが、私を裏切ったヒカリ・ルーチ・ミート・ロディトリチ、ルカ・フランチェスコーニが、殺人者とみなされた。 ジェズアルド・ジャス・ウォルド・コンシダード・アズ、エーマーダラーとしてそれぞれオペラ化している。ありがとうございます。